お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、なんと今超お得なイベントがやってきてますので、そちらちょっと説明したいなと思います。でもデッキ組む画面に行ってもらえれば多分わかると思うんですけど、なんと今だけカードのアップグレードコストが半額というわけで、基本的にユニレベね12から13、まあカンストさせるのに10万ゴールド必要だったんですよ。なんとこれがね5万ゴールド半額ですね。まあこれ全てですね、カード上げるのに全てゴールドが半額になってるので、まあ、ユニレベ上げるならもう今しかないよねっていう1週間ですね、このイベント。ゴールドがじゃなかったら話にならないと思うんですけど、なんとね、1週間、はい、18日から25日、10月の18日から25で、もうゴールドめっちゃ稼げます。はい、すごいぐらいもらえて、で、僕も回収しちゃったんで、ここには映ってないんですけど、毎日5000ゴールドね、無料でもらえるので、ぜひね、はい、受け取ってみてください。まあ、そしてあとセールがね、いっぱい来てますんで、まあ、なんで課金するなら今かなと。そして課金する際ね、ぜひよろしければ、クリエイターコードね、ラットと、こちらに入力して課金してもらえると、僕の方のね、ちょっと支援していただけますので、ぜひね、応援のほどよろしくお願いいたします。そしてあとね、一つ、ここバトル開始のゴールド、一時100戦まで17万5000ゴールドね、多分これ人によって違うのかな、20万ゴールドとかもらえる人もいたので、まあ、あとね、8日間でゴールド大量に、そう、ゲットできますので、ちょっと普段マルチね、いつもやんないなっていう方とかも、数戦してね、はい、ぜひゴールド稼いでね、ユニレベルね、成長、そして今ならね、サブアカとかもね、すごい成長できるんじゃないかなと思うので、ぜひクララはこの機にね、皆さん、いつもよりやってみてください。まあ、そんなわけで、僕もちょっとね、ユニレベルカウンストできるので、いや、さすがに 50% オフは、マジででかいっすよね。そう、50% なんで、しかも僕ゴールドも溢れてて、ゴールドってこれそう最低500万ゴールドしか持てないんですよ。それ以降はね無駄になっちゃうんで、まあ500万いく前にねちょっと使ってね、無駄なく、いや安い、10万だったのがこれ5万になるのはえぐいよね。そう、全然違うからね。それでこっからね、ずっとこのユニレベ上げるだけの動画だとさすがにつまんないと思うので、ちょっとグラチャレが今90かな、高回転オールブレーカーで、こっからあと3戦やって12勝したいと思います。これでね、ゴールド稼いで、稼いだゴールドで、もうお得なね、はい、半額っていうのを利用して、ユニレベ上げてっていうのがまあ理想ですね。もう一番効率いいと思いますね。さあ、よろしくお願いします。まあ、オールブレーカーでね、しょっぱな。最近はね、メガナイトオールブレーカーも使ってるし、高回転オールブレーカーも使ってるし、ちょっとオールブレーカーね、来てます、僕の中で。で、ここは相手クエイコグかな。やべえ、テスラの位置が1個高かったことによって、ちょっと近起動できなかったんですけど、ちょっと確実にね、近起動していきたい。さあ、クエイコグですね。クエイコグは、まあ、ディガーでどれだけ削れるかにかかってくると思いますね。テスラだと高めに置いてしまえば、相手のクエイク避けれるんで、まあそう考えると、全然戦えるかな。さあ、コウモリ。まあ、ロケオが来るかな。さあ、ロケット奉仕と。テスラ、これどっちくらいやるだろう。ああ、まあ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 。で、この位置のテスラは、テスラと施設、まあタワーを巻き込んで、クエイク打てないんで、めっちゃいいっすね。よいしょ。高めテスラ覚えると、まあホグとか、まあクエイク持ちに対してめっちゃ勝率上がると思います。まあこれ、打ったかな、さすがに。まあユニットできたらラッキーぐらいの感覚でね。で、相手の方が回転早いんで、そう、こんな感じでね、無理やりホグ回されてっていうので、テスラが間に合わないターンがね、絶対いきます。そこを、まあ、バルキリー、コウモリー、ウッド等でしっかり守って、あとはディガーでね、確実にダメージ重ねていければ、まあ、全然勝てないことはないと思うんでね。さあ、できるだけ低コストユニットでカード回していきたいね、僕は。スッと、ウッドじゃね、クエイクの削りがね、嫌ですけど。さあ、カード回しながら、テスラさえ回れば僕は問題ないんでね。ちょっとコスト使い尽きですけど。さあ、これでテスラ持ってるんで、相手のクエイク避けながらね。いや、もうこのファイスピがちょっと嫌。ファイスピね、ちょっとずるいよね。で、相手はもうクエイク削りになってますね。さあ、ファイブ打って、いや、これあるぞ。いや、熱い。一発？はい？なんだよね。今のは入ってほしかったよな、さすがに。そう、テスラでしっかり守って、マジテスラゲーなんでね。いや、あの逆サイ結構痛いかもね。あれ結構痛いかもだけど、その分ちょっと攻めてあげて、これ5打ったらテスラ壊れて
ウォールブレイカー入るんじゃね？いや、コウモリだけ言ってる。いや、めっちゃいいファイボー。さあ、いや、熱すぎん？今のはさすがに。で、テスラ高めに置いとけば、相手のホグね、受けないんだね。さあ、ロケを先にちょっと処理して、さあ、ディガーからの、しっかりいいね。一応、やりゴブとかも置いて、よしよしよし。あとは、ファイブ蹴んないと。オッケー。さあ、高めテスラするだけでね、まあ、相手のクエイクが腐るっていうのはね、結構でかいと思うんで、ぜひ高めテスラ覚えて、もらってね、ナイス。まあ、とりあえずゴールドイベント1週間なんでね、もう1週間はちょっとクララはやる量ね、みんな増やしてもらって、ちょっと勉強時間削ってもらってね。さあ、ヤリゴブから。ゴーストですね。ゴーストの木はね、ちょっと嫌ですけど。ヒースピか。ヒースピだったらあれかもね、三子的な。で、エリポンがあるかもしれないんで、今一応ディガーを取ってるんですけど、ここ本当はゴーストね、ディガーで受けたかったんですけど。エリポンないのかな？タルババ？いや、エリポンなさそうだな。いや、わかんない。エリポンがあったら、ディガーで壊しに行きたいんだけどね。さあ、すごい。とりあえず来る。まあ、エリポンさすがになさそうっすね、これは。エリババ型。多分だけど。わかんない。あったら、まあ、ファイブ打てばいいや。さあ、なぜか俺ダメージ受けてんの。これ、ウォールブレイカー行っていい気がすんな。いや、いらなかったかな。いや、でもここでコウモリがやっぱ竹取ってるんで、ウォールブレイカーが入っちゃうんですよね。オッケーオッケーオッケー。あるんかい！あるんかいな。余裕でエリポン出てきたわ。さあ、エリポン、エリババ3C で、対空の枠が30子だけの、マジ、ソーラーどうするねんっていうデッキですね。まあ僕のマックスじゃもうエリババゴーストというのを、とりあえず陸が多すぎるので、相手。まあその陸をいかにね、綺麗にさばけるか守れるかってとこにかかってきますね。でまあ防衛ディガーとかもちょっと使いながら、あとはコウモリも結構強いので、ヒースピー飛ばれなければね。そこだけちょっとね、意識して。で、ヒースピー飛んでからしっかりコウモリやってね。まあ相手あるからな。いや、待って、俺、あれだった。テスラがマスキに殴ってくれると思ってたが、殴ってくれないんだけど、エコーモリ殴りすぎじゃないか、君。いや、なんかめっちゃ入ってますね。そこらはちょっとラッキー。このゴーストは正直無視でよくて、でたまたまユニットで守ってきたらラッキーぐらいのウッドして、まあ、タワー11プランなんでね、もう。さて、これはもう、こっちをブッパもあるな。で、これ、ウッドしてあげるとね、絶対入ります。あと、ま、エリポンはね、ガンムシか、いや、ガンムシでもいいな、正直。うん。これ30秒なんでね、僕、耐えればいいんでね。さあ、ファイブちょっと打ってあげて、よいしょ。まあ、エリポン側に打っても正直良かったかもしんないけど。で、低めテスラ置いて、あと低めユニットで、ね、しっかり受けてあげるのが大事だね。あえてこれ多分、右にエリババ追加のブッパだと思うんで。いや、そうですよね。左の30子はやっぱミリでね、ウッド絶対来るんで、逆サイドにね、しっかり固めてくるものの、まあ、僕は低め低めで確実に受ければ、ヒースピ事故もないですしね。さあ、ナイス。いいですね。もう負けないっすよね。このオールブレイカーマジで弱点ないぐらい超強いっすね。さあ、よろしく。まあ、やりとかでプレッシャーかけながらね。まあ、ゴールド、グラチュレめっちゃもらえるんでね、本当に。そんなにっていうぐらいもらえるんで。マジ、グラチュレ勝てる人は、マジ、グラチュレ回ったら、ユニレベすぐね、上げれますね。さあ、ロイです。これ、レスピとかじゃないなら結構辛いと思うんだよな。まあ、さすがにレスピが出てきそうだな。いやー、このウォールブレイカー追加がね、結構いい感じになることが多いんですよね。ていっ！はい、入らないと。さあ、今回ロイでスケですね。トリトンスケのマズネク。まあ、もう一個がメガゴカ、なんかか。メガゴカハンターで、LSP の枠があるかどうかですね。回転率が早いか。スケ LSP か、スケだけかっていう。さあ、槍でプレッシャーかけて、低めコウモリ、低めヤリコブが結構大事っすね。じゃないと、高めに出しちゃうと、マザネクで全部豚になっちゃうんだよね。まあ、これはまあ別にいいんですけど、マザネクに5打てばいいっていう。あんな、この辺に出てくる。ピュッ。いや、
で、そして今回、あれですね。ダクプリ型なんで、LSP とかは入ってないですね。スケとマザネクダクプリメガゴなんで、まあ回転はめっちゃ速いわけではないけど、まあダクプリがいるからね、ディガー拾われて、それがちょっと鬱陶しいってぐらいかな。さあ。でもマザネクさえやってしまえば相手は僕のコウモリがきついっていうね。さあちょっとやりすぎたかもしれないこれは。一発入る。いやちょっと豚が多いね。豚がマジで結構多いんですけど。さあやりでちょっとね釣りながら。でも回転やっぱ早いもんなこれ。鬼速くないですか。鬼回転早いから、結局なんか回転でなんとか全部なっちゃうみたいな。マザネクいるけど、結局2周目のね、コウモリがね、相手きついし、みたいな。さあ、今んとこは、まあまあですね。ちょっと怖いですけど。さあ、結露行きた。結露しっかりバルキリー合わせていきたいね。あと、このメーカーのダメージ痛いんでね。もうコウモリ無双だと思ってください。マザネクに5打ってしまえばね。さあ、あとディガーで削っていきます。さあテスラ置いて、マザネク来ないな。あ、来た。いつ来るんだって。でここに打ってしまえばもうコウモリ無双なんでね。マジ今です。今コウモリ無双です。でこれテスラ入れなかったかな。バルキリーで守ってもよかったね正直。あ、どうだろう。さあコウモリ無双をオールブレイクも追加。防衛5を使わないと守れないよね。オッケー。で、ファイブ使うと、テスラ結局突破できないよねっていう、まあ、この無限コウモリサイクルができると、まあ、負けないっすよね。さあ、あれにはしっかりバルキリー合わせて、このバルキリー合わせるの結構重要で、溶かしてくれるんでね、ロイジェを。ロイジェを溶かすために、いります。で、これコウモリですね。相手マズネク咲いたんで今最強です。でもこの間に攻めてあげて、なんなら。コウモリで勝てますよね。よいしょ。さあ、テスラを使わずにもね、コウモリが無双すれば守れ。で、次の僕のコウモリには、これね、コウモリ出しちゃダメです。マズネクいきます。はい。しっかりね、ここは状況判断して、で、あんなこのコウモリね、今強いんで、つなげてあげてね。で、ディガーに絶対対応してくるタイミングで、オールブレイカー追加してあげると、結構ね、いい感じになったりするんですが、まあまあまあ。さあ、しっかり低め。低めじゃなくてもいいか。低めだったらね、5、当たっちゃうんだよね、相手の5を。5を、そう。よいしょ。さあ、ここは攻めます。やばい。やばいやばい。豚になっちゃう。豚になっちゃう、豚になっちゃう。豚にならないでー。さあ、ウッドでね、もう削りながらね。いやー、コウモリがバカ刺さる。これ、暇なんで5打ったんですけど、こういうのやめた方がいいです。マジで。さあ、やめた方がよくて。もうこれでも低めこう押しとけば絶対突破されないんでね、僕。コウモリが強すぎて。で、5打ったとしても、結局ね、その間にコストがなくてね。俺の他の攻めが通るっていう。さあ、で、置いてあげて、せっかくならタワー降りたかったけどな。あれ待って、そっち?もう一回?お、待って。そう。タワー降って勝ちと。まあ、マザネク持ってようが、マザネクを逆にね、うまいこと誘ってね。そこさえ対処してしまえばもう余裕だよねっていうので、さあナイス。宝箱ですね。美味しくね。さあゴールドもそこそこもらえましたよと。2万2000ゴールドね。これでも入れれば上げれますからね。はい、というわけで、まあ今日はね、最後ちょこっとだけこのオールブレイカー使って、まああとはね、お金、ゴールド、お金はちょっとあれだな。まあゴールドが今すごいお得なね、イベント来てますので、皆さんもこれを機にね、もう YouTube 上げまくってみてください。チャンネル登録、高評価もぜひね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。